じゃあ,あ,あ長谷川さん一個。あ、私もだ。今じゃあ今度右行ってみようかな。はいはい、はい。じゃあこれです。はい。ああ<ー>、何これ。左欲派欲しだって。はあ。リクエスト多数。<laughs> あ、リクエスト多数。これは長谷川さん多数。ああ、あの左翼話はさあまたやろうかといずれ思ってるんだけどどうですか皆さん左翼話はもうバカバカしすぎない？ あのね、私ちょっとね旬を過ぎたなと思ってるわけ左翼弱なり過ぎてるから、ね、もうつバカバカしいのはもう分かってるし、はい、それでなんていうのもうこれで誰も相手にしてないじゃないはっきり言って、ね、今更左翼のこと言ってもしょうがないじゃない、うん、えっていうのがあるかなとでただねちょっとそ,それでちょっと今ねすごく興味持っているのは一つだけあって、はい それはねあの中国共産党のことなんだけど、はい、中国共産党のねあのまあいろんなピンチの中身や材料はいろいろあると思うけども結構これ根本的なピンチなんかなと思ってるのはあの要するに共産党の組織国家運営組織がみんなたこつぼ化してい,るいて、はい、たあの例えば軍部人民解放軍なら人民解放軍それから政治指導部なら政治指導部でこれ横の連絡全くないわけ。はい みんな習近平様を見てるから例えばのつ,つ,つまうんた縦割だから日本語で言うとタコツボカとか、はいはい、あ英語で言うとサイロカって言うんだけど、はい、あのー、みんなこの要するに意思決定ラインが完全に垂直なわけよ、はいはい、水平のコミュニケーションってないわけ、はい、でこれがあのー、まあこのスパイバルーン事件なんかでよく出たよねっていうふうに今思ってて。はい これが、ね、どんどん強まってるよねと、はい、でそのことが実はあの左翼話にも通じるんだけど、はい、日本共産党様も全く同じだよね,ねと日本共産党もで要するにあの C さんって方がさ、はい、20年ぐらいトップにずっといるわけでしょ、はい、であの人のもとで独裁がバーッと進んでいて、はい、でそれにちょっとでも批判するとおすぐもう除名っていうふうになるんだ。だから党内では議論はないわけだよ、はい、議論が。 でそれがその共産党、うん、中国もそうだしロシアもそうだし日本共産党もそうだよねっていうことで、はい、まあこれがね非常にねあの面白いなあと思ってま、ね、まああ今ね弱体化はどんどんしていってるという日本共産党、ね、弱体化、まあ、そうそう、まあ、全体としてね、はい、弱体化してるこれあの官僚とか霞ヶ関には左派の方いらっしゃるんですからのね まあだからこれはでも私のさ学者の中のさだ一個あってさその民主党が低いやつは経済成長しにくいっていって、はい、まあ,あるで言ってるとこまで行くんだけどね、はい、それから一個はしにくいっていう仮説があってさね、はい、これさもうほとんど正しいんだけど。 あのもしか正しかったら私すごい業績になるんだけどその時多分死んじゃうんだよねもうね <laughs> もう残念ながらデータが集まっている時的にはもうほぼほぼ確実だとこ言えてここから予測できるのは中国が一人頭の GDP はこれからあんまり伸びませんよっていう予測なんだけどねなるほどこういうそういうそのいろんな意思決定過程で分散化しないからダメになるっていうところから短気出してんだけどねどこれはだから私の学者としてのね、うん、あのなんかライフワークの一個なんだけどああ残念だなもうちょっとな生きて。 ばもうちょっと早く役者辞めていればよかったなと思ったけどな意思決定のところで民主化ができてなければ経済成長ができないといそういうすぐな仮説から導き出してんだけどね、うん、それでデータも結構当たってるんだけどね、うん、だからあのそれがねこれをね目のくれうちに見られないのは残念だなと思ってもうちょっと時間かかるんだよね潰れるのは。うん でも目の黒いうちにもしかしたら中国共産党が本当に破綻する可能性,も可能性はあるんだけど結構少ないんだよ。今,今どんどんどん,どん加速してるでしょこれだけどだからねジャーナリストの人って、ね、すぐすぐ思うんだけどこれはね関根さんも一緒だ。すぐって言うんだけどこれなかなかすぐなくならないんでもうちょっとマグマがたまんないとバーンっていかないんで、うん、みんな抑えるんだよ抑えるからね案外ね何も,何もなくてある時ドーンっていくんだよ。 <laughs> <ー>だからこのね何もないとねお前は言ったこと違うだろうって電池が出んだよね。そうですね。悔しくてしょうがないんだけどさ、これさあの何て言うかな火山の噴火と似てるんだよ。うん、すっげえたまんない、すっごくたまんないとボーンっていかないんだよ。<laughs> 発力がぐっと高まらないと。ささ一時は一気に行くんだけどね。なるほど、ね。ここで悔しいところだよなかなかねそ。それは何年後ぐらい難しいんで、だからこれから地震の確率一緒だと30年間でこうなりますよってぐらいにはわかるんだけど、うん、30年の間だとさおちこっち落ちんじゃん。 残念ながら、まあ、生きてらっしゃるんじゃないですか。いやいや無理無理無理。いやそれがあのなるとね、本当に安安心したぬように行けるんだけど、残念ながらね、三十年で行くか行かないかっていうと、<laughs> まあね分かんねえなよくな。なるほど。<の>いやまあ意外にいく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 可能性もあると思うけどある、うん、あ,あるよ。うん、ある程度だけどそれはだから、うん、あれで南海トラフのやつに似てて七、うん、割ぐらいしか行かないか。 あと本当に生きてる間は難しいかなっていう。感じ、うんなるほどね、まあでも、ちょっと安心ですよ。その、いや、中国みたいに国家社会主義でね。うん、あの、ずっとこういうことばかりやってるのが、ずっと勝ち続けたら腹立つじゃないですか。でも、みんないでしょ、うん、中国がこういうふうに上がって、G. D. P. はアメリカを抜くってみんな言ったでしょ私一人でそれをこうなりますよって言っ。こういうふうに上がってるんだけど、こうなりますよってっ、うん。そのまあ、いかんと。いかんと、うんうん。で、それは結構最近当たってんだよ。こうやって、この結構横ばいにもなりつつあるんだよ。 それはなんかそれだけでちょっとよ良かったなと思いますね。わ、うん、かりました。じゃあ最後最後一個残ってますよ。これ、ね。はい、まあ全部やって全部やって全部やってすごいな。昆布だよ。昆布が出てきる。昆布。半導体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 。あのでもそもそも半導体って知ってる？なんだか。<laughs> 知らない人はたくさんいるんだけどさ、もうこれすごく多いんだよ。 あのスマホなんかはその塊だけどさ半導体半導体っていうともう何でも使ってるしね、まあ、あの全,全部電気を通さないってそういうふうな性格のもの全部言うんだけどまああれだよねこれだとさすぐさ半導体は日本はダメであの、はい、なんていうの台湾韓国中国みたいなすぐ言うじゃない。はいはい、でもさ 半導体を作る装置は誰が作ってんだっていう話になって半導体を作る装置そう半導体を作る装置がなかったら半導体できないんだよないやマザーマシンみたいなやつ、ね、そうそう,そ,うそれはあれだよねあのアメリカ、日本、オランダなんだオランダオランダ,ランダうん。 まあ、な、な、日本がなぜ入っているかというと、半導体のうちの、まあ、回路みたいなんだとわかりやすいんだけど。はい、写真撮る技術と結構似てるんだよね。だから、昔の精密機械の写真の話から結構来てるんで。はい。だから、結構、その、きちんとした写真がとれ、取れるか、撮れる。ないかとか、あと。この、汚れをね。落とせるか、落とせないか、って結構問題だから、そういうのは日本が結構強いんだよね。なるほど。で、だから、ここが、半導体でいくら。あれで、中国がいろんなこと頑張って、いろんなことを言おう、う。 言おううととしししててももやろななかなか最終的に難しいんだ,よだから中国は時々さお俺のとこが作ったって CPU ねつ、はい見で発表するんだけどいつもネットで話題になるんだけどさこの CPU ってすぐ見てさもう私が見てもさこれパクリだろう上の,あの表面だけ変えただけじゃなくてすぐ分かっちゃう。<ー>ほんで、ね、自分で作ったって言うからさいつもフフフってみんな笑って という感じだよねあの CPU はやっぱりきちんとしてないっなかなか難しいよねだから、ね、CPU はやっぱり半導体の基本だからあれがきちんとしたのができなくてどのくらい時間差があるかというと中国が作ったっていうのも数年前のやつを自力開発したこれ嘘だろって感じとばっかりだねかだからもうなかなかこれは中国の方が苦しいよねだからあの中国何やってるかって今さあれだよね密輸してさ どんどんすっげーすごい密輸して密輸してんだよね。バンド対応、バン対応密輸して、これで金融してるでしょ。そればっかりで、な何も技術がないんだよね。だから時々中国が技術すごいすごいって言うんだけど、どこ見てるのかな。いつも私なんか思うけどね。中国だから中国の技術すごいすごいっていう人ってね、結構エージェントの人多いよ。 あ、なるほど,るほど。<laughs> エージェントの人ね。エーよく分かってねえなあって感じ。だから、素人はごまかせるけど、しんないけどさ、どそり違うと。あの、基本的には作れないな、あの中国は。だから、アメリカが抑え込んじゃって。ええと、日本とアメリカとオーダで抑え込むってことは決まっちゃったんだよね。この間の、ええー、と、サミットの話、そのちょっと前にも、そういうふうに、あれだよね。あの、やってた、あの、そういう方向になってたから。中国はこれから、あれで、なんだっけな、二千何とか、あの製造何とかとか言ってるけど。 ででききなないいねと思うよだからもうこれはあれだねあのそのうちさっきの話は中国こういうふうにいくんだけどこういうふうになるていくと, <laughs> というふうに私は予想してるだけ。うん、でそこになると中国はね人の,あのね人質にとってねあのだな作れる人間を持ってっちゃえるんじゃないかな拉致が起こるんじゃないかなこれからなるほど中国が。 やりそうな気がするね。なんかだから、恐ろしい国だからね。そうですね。その南京してたり、国外。出られに。で、変にね、ち技術者みたいな人はね、最初はお金なんだけどさ。そのうち危なくないんじゃないかな。行ったら最後帰ってこれんと。ああ、ああ、あそういうことになって怖いよね。だから、まあ、日本の企業も残念ながら、中国投資したのは、もう帰ってくると思わない方がいいと思うよ。もう損切りしてでも、逃げてきた方がいいんじゃない。うん、だから、早く。う、う、う、う。 売れないからね売れないんだけど、うん、人だけは返した方がいいと思うな、うん、人返さないと、うん、なかなか大変だよね、うん、あの人間の頭の中の技術っていうのは人を拘束したら抜けるからね多分人を拘束してあの頭の中を取りたいんじゃないかな、うん、<laughs> だと思うけどなちなみにあのなんか新自動車新車が 納車が遅れるとかいうのもこれ半導体あ,導体あだからもうたくさん入ってるんだよいろんなところに、うん、だからまああの自動車に使うのすごくねレベルの低いやつだから大したことないんだけど、うん、もういろんなところに入っててはっきり言うとね自動車はねスマホなんだよスマホが自動車スマホにエンジンくっつけての大きくしたら自動車になる感じだ今は。あ スマホ作るのと自動車作るのあんまりもあれだよねあの変わんないんだけどねだから最近あれでしょ自動車メーカーダメでスマホメーカーみたいなのが自動車作るでしょまだ当たり前だよねエンジンくっつけちゃってつけるとスマホにエンジンくっつけちゃってあの電気エンジンくっつけちゃうと結構スマホあれだよね電気自動車になっちゃうんだ,よ、ねうん、だからあのまあねいろんな技術の塊であることは間違いじゃないんだけど中国の電気自動車も怖いよ。 爆発したい,いろんなことがあるかりですよねああた<ー>くさんあるからね。か、怖いからね。なかなか。うん,うん。長谷川さん半導体についてはどうですか。半導体は、だからもう今、もう高橋さん言った通りで、あのアメリカが完全に囲い込みに今入っているわけよね。はい。で去年8月にあのそのその名もチップス法っていうのをさ。 はい、作ってあの半導体チップスっていうんだけど、はい、それをそ,そのままチップスにしたわけじゃないのんか組み合わせて語呂、はい、合わせしてチップスという,うに名前をつけたんだけども、はい、それでね要するに補助金ばらまくわけ540億ドルだったかな、はい、要するにアメリカに工場を作ってくださったらアメリカ政府が 補助金をばらまきます。はい、でそれ美味しいからさ。はい、もう世界中もうみんな日本ももちろんアメリカもちろん日本。イギリス、はい、オランダ、そのもう台湾、韓国。みんなアメリカに投資しますってことになり。なもう去年十二月で分かってる段階で二千億ドルぐらい、はいえー。もう投資しますってことになってるわけ。はい、でそれを見て、日本も。この間西村さんが。日本に投資してくれたら。はい、あー。 通してててくださいって言っ言るわけ、はい、でこれまだ補助金の話はまだ表にあまり出てないけども、はい、実はもう当然この裏には補助金があるわけですよ、はい、アメリカもチップ層で補助金出すから日本もあの補助金出すんで来てくださいそしたらこの間ほらサ,サミットのあの前後にさ、はい、あの世界の名だたる半導体メーカーの人たちがみんな日本に来たでしょはい、はい、あれ要するに補助金出してくれるって話よ。 なるほどで多分熊本中心にあの,あの周辺にわっと出てくるわけね。はいはい、で私やっぱり心配してるのは心配というかへえー、うまくいくのかなと思ってるのは <laughs> 日本は経産省が温度を取って、はい、そのに国策日の丸半導体企業を作りますって言って手を挙げてるわけ。はい、でも大体は 経産省が絡んできたときはだいたい失敗してんのよ <laughs> ですわねですって失敗してんのよだからねこの経産省の日の丸プロジェクトが果たしてうまくいくのかな大丈夫なのかなというふうにちょっと今は心配ね、うん、経産省が日の丸プロジェクトやってダメなんでなんですか、うん、高橋さんうん官僚だかアホだからだいた技術知らないじゃん、うん これ、ね、役人だと思ったんだけどねこれマスコミそうなんだけどさ技術非常に弱いねみんなねあそうなんですかパソ <laughs> <お>コンもそうでしょでいやじゃあじゃあ,あパソコン自分でできるかちょっと誰もできないんだろでこの辺りの技術サーファーって全部直せるか直せないだろ自分で技術弱い人多いんだよ日本の中でマスコミ特にあなるほどうんなんかパソコンなんか全部自分で作るよ さっきのさすごい第7世代ってよく知ってるんだけど、まあ、土分系だからって本当にそうなんでそこはそういうのばっかり多いんだよ、うん、あの意思決定のところにわけわかんないやつがたくさんいるんだよ、ね、なだからさそのなんかこの,この扱ってるんだけどさ中身をそろそ,しそ中身を知らなかったりしてやってるじゃない基本的にリテラシーがないのがたくさんいてそれが上に立ってて指導するからダメなんだ。うん、なんかそういうことができるのも必修科目にしといた方がいいかもしれませんね公務員試験とか。 でもね。ああね、それはね、どちらかというとあれかな、あのあのそういうできるやつをヘッドハンティングした方が簡単だよ。あ、なるほど。うん。あのね、自前でね、育てようってなかなか難しいと。そうか。うん。だ、うん、からこれはあの、うん、できるやつできないやつはっきりしてるから、はいはい、できないやつにいくらいやだしてもダメだからね。うん、できるやつにお金であれで逆ににポーンって逆にならないよって言うんだけどここに風にするって。 こういうふうにいくといいステップになるとか言うとあれだよねく、うん、るかもしれないね,なねもう私役人になった時本当思ってみんななんでこんな分かんねえのかなと思った<ー>、まあ、この手の話がなるほど、ね、本,当もう本当にどうしようもないよねでか分かんないのに口出ししたがるからあ一番あかんやつや<え>一番あかんやつですよね<ー>分からんのに口出しするってたくさんいるんだけど。 本当にみんなねは話しさせると3分しか持たないんだよ。